はい、やってまいりました。東花園駅です。はい、皆様こんにちは、こうちゃんでございます。今ですね、近鉄の東花園駅に来ております。で、今回やっていく動画なんですけども、今からですね、三国ヶ丘の方に向かいたいと思いまして、ここ近鉄の方から南波方面に向かいたいと思います。もう最近ではもうこの東花園駅は立派な周辺ですよね。バス停も止まっておりますしね。あ、ダイナーズ行っちゃったね。横もかっこいい。いいね、ナイナーズ。では、早速中に行きたいと思います。この東花園駅。昔はね、この東花園駅はラグビー場前の駅だったんですけど、ね、すぐ近くには車庫がありまして、ラグビー場はここにありますね。一応ナンマまで行くので300円なんですね。ナンマの方に買います。トンということで。買いました。300円区間 3.13 で撮影しております。お、これは何だろう、西大寺駅のタイムプレイズ西大寺ですね。ニューアオープンされるみたいで、おい、3月24日に発売されるみたいですね。あ、間違えた、3月20日ですね、発売期間。この期間だけやっているみたいですね。買ってみてください。お、来た。
まもなく大阪ナンバーナンバーです。地下鉄線南海電車は乗り換えです。はい、大阪難波駅に到着です。さよなら、切符さん。今からですね、南海電車の方に乗っていきたいと思います。その前にですね、あの金券ショップに行っていきたいと思います。なんかで、ね、金券ショップの方が安いと思うので、でそちらの方で向かいたいと思います。で、駅前にあるこの金券ショップで乗車券を買いたいと思います。こちらの運賃表は見やすいということなので、三国ヶ丘までは、一応340円区間なんですね。で、土休日の方が安いと思うので、どれを買えばいいんだ。あった、これだ。中本、三国ヶ丘、白崎、浜根田公園など、これですね。はい、買いました。回数券なんですね。じゃあここではこれに入れましょう。はい、行きます。これもなんか新しいですよね。なんかクレジットカードの、ね、あの QR 決済みたいなやつ、ここですね。これをかざすと通れるシステムなんですね。まあ、いや、乗車券取ります。はい、難波で隠棄しました。おお、これが南のターミナル、南海電車ですね。三国ヶ丘方面はこの高野線から出ておりますので、この高野線の方に向かいます。区間急行、この仙北電車ですね。仙北高速鉄道の電車です。中は少し多分関東に似てそうな感じですよね。ですが、この電車は三国ヶ丘駅には停車いたしませんということですので、各駅停車に乗りましょう。各駅停車はなんだか古い電車ですね。で、さっきの区間急行なんですけども、4両編成と4両編成でつないでおりますね。で、これが一番新しい方 でこっちが一つ前の方の古いやつの電車ですね。で、さっきの電車が7020系でしたけども、こっちの編成は7000系という形式ですね。先頭車からを見ておりますと、なんだかね、独特みたいな感じですので、デザイン的に。お、同じ電車だ。こっちは準急行の方で、今止まっているやつは区間急行の電車ですね。じゃあこの電車で境東まで乗りましょうか。こんな感じです。2ハンドルですね。乗ってみよう。こっちが7020系の方ですね。ちょっとここは隠されておりますね。あ、ここも近鉄とほぼ一緒だ。ここだとガチャッとなるんですね。これだとゆっくりと閉まるという感じです。
ちょっと古いんですけども、運転台はほぼさっきの電車と一緒ですね。はい、やってまいりました。三国ヶ丘駅でございます。この駅は区間急行は止まりません。で、その代わりこの準急が停車駅になっておりますね。んで、この駅自体は JR 阪和線の乗り換え駅なんですね。で、ちょうどこの下が JR 阪和線となります。お、なんか来ましたね。お、レア車だ、すげえ今顕在的にこの高野線の電車が走っておりますね。一線系の1051編成の電車です。
まで各駅に停まります。 The train now arriving is the semi-express train bound for Isuzu. 改札からコンコースまでやってきましたけども、もうここまでね、あの立派な駅舎になっておりますとはね、なかなか見ることがないような駅ですけど、ここもなんか QR が取れるところですね。はい、出ます。ありがとうございました。南海電車にも安水がありまして、他のところはいっぱいありますね。で、ドードルもあります。あ、あんなところに屋上公園があるみたいですね。後で行こう。で、この下まで降りると JR 三国ヶ丘駅、 JR 阪和線ですね。もう降りてすぐ正面が三国ヶ丘駅となりまして、はい、ここで切符を買って改札を通るっていう感じです。こんな感じです。はい、バス停も止まっております。歩いてすぐにハベリーマートがありまして、パチンコ屋さんもありますね。で、カフェ屋さんとかもあったりするし、位置はいいです。場所は標識、なんか松原八尾方面とかあったり、この先のまっすぐ長尾町ってどこだ長尾町ってちょっと調べよう。長尾町で調べたんですけど、まあ、一応 JR 堺市駅の近いところであるみたいですね。おお、なるほどね。まあ、今日は行かないですけど。いや、しかしながら暑いんですね。今日最高気温21度ぐらいっていうところで消えてたんですけど、もうさすがにね、あの長袖は着るぐらいで十分やと思います。はい、戻ってまいりました。三国ヶ丘駅です。さあ、駅の中にあるこの屋上公園にちょっと立ち寄ろうかなと思います。階段がありまして、またさらに階段がありますね。あ、あった。はい、こちらが三国広場でございます。朝9時から夕方の6時までやっておりますね。こっちだけお邪魔します。お、めっちゃくちゃがなんか広いですね。なんだかちょっとした展望台みたいな感じ。ま、今ちょっと電車が走っておる。この位置になりますと、今ちょうどこの下が JR 浜線で南海の高野線があります。ここに地図がありますけども、ここが古墳になりますね。で、正面を見るとこんな感じで、で、ちょうどこの辺りが古墳ですね。でっかい古墳を含めますと全部で16箇所があるんですね。で、1から順番で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 という数字です。あ、ちょうど、あ、高野特急だ。いいですね。あの浜線の電車、今ちょうど普通電車かな。うん。で、反対側の電車も多分普通電車でした。エレベーターがないと思ってたら、ここにエレベーターがありました。まあ、ですけど今回はちょっとね、あの健康第一を取って階段で降ります。広場自体は南海電車が所有しておりますね。管理者も南海電車ということで、駅自体もほとんど南海電車かな。三国ヶ丘の駅で160円分の乗車券を買いました。で、次の場所に行きましょう。はい、東駅です。次の準急は48分発ですね。で、次の電車も通過電車を待つという形で、あと何分ぐらいだ、5分ぐらいか。
ということで、堺東駅に到着です。堺市の中心都市で最も近い駅ですね。この一番上の早い方の区間急行は確かこれ仙北高速鉄道の直通電車で、こっちの方は高野線の電車ですね。お、古い方の各駅停車ですね。各駅停車南波駅です。南波まで各駅に停まります。なんだか宣伝 PR が強い近鉄、日野といいです。おお、この並びはすごいな。ちょうど間が仙北高速鉄道の電車でありますけども、それ以外は全部南海電車ですね。8300、何の編成だ。おお、新車だ。いや、新品ピカピカですよ、この電車。そうそう、最近にはこの2022年製のこの8300系、なんだか車内とかも進化されておりますね。これはすごいわ。木目調になってたりしているし、座席とかも、まあ、従来通り変わっておりませんけども、これはすごいわ。いや、木目調ですよ、このドアは。しかもパンタグラフも新品同様。いやー、初めて見たな、この編成。ではこの堺東駅を散策していきましょう。まあ、さっきも見たんですけど、トイレがここですね。埴輪の駅、なんだこれ、埴輪駅長ですよね。これはすごいよ。切符を発給しますということで、はい、これでです。160円分の乗車券です。じゃあこの改札を抜けましょう。はい、駅舎はこんな感じです。で、これが南海電車の高野線堺東駅です。もう駅から歩いてすぐ商店街がありますね。銀座ストリート、なんて呼ぶんだこの商店街。堺の銀座ストリート、商店街ですけど、こんな感じとなっております。で、まあ、堺の中心都市に近い駅となりますので、マンションとかもあったりするし、市役所はどこら辺だろうね。ポツンと南海のマークがありまして、で、南海堺東駅で高島屋がありますね。あ、ここにも大工がありますね。焼肉大工といきなりステーキ、なんか大風店が並んでおります。なんかイベントがやってる、なんだろうね。多分おそらくこれが堺市役所ですよね。あ、ちゃんと
堺市のマークがついておりますから、ここは堺市役所ですね。いや、しかしながら暑いね今日。長袖で来たんですけど、本当に暑い。場所はというと、フェネーチ堺がここにありまして、でここが阪神高速15号堺線となりまして、この上が阪神高速となります。で現在地はここになりまして、駅から歩くとだいたいこの位置だと7分ぐらいで着くと思います。はい、交差点はこんな感じですね。ちょうどバスがこっちに行きたりこっちに来たり、そしてここに曲がったりすることはありまして、ここで曲がるバスとかはないでしょうか。まあ一応ないと思います。んでカニ道楽さんもここにありまして、ここになんかありますよね。珍しい電車だ。町道編成の電車ですね。8300系。はい、ということで戻ってまいりました。南海堺東駅です。はい、帰りの乗車券はこちらの金券ショップで買いたいと思います。でこちらが24時間無人直売所ということで、餃子のお店ですね。36個入りで1000円、安いですね。はい、はい、ということで堺東の飲料しました。で定価で言うと難波まで行くと260円という料金となりますが、キンキンショップで特急日の方で買いますと210円でした。かなり安いです。はい、というところでちょっとね動画を一回区切りたいと思います。で今回は三国ヶ丘と堺東の散策動画でちょっとお送りしましたけども、総括としてはまず東花園から難波までの近鉄電車で、そこから南海電車で一通り乗ってきまして、まあ最近はね、もう8300系が増え始めてきているし、ちょっと話題になってくると、本線の8300系の車両が、まあ一部高野線の方に、まあ、移転みたいな感じですけども、まあその電車が今走っておりまして、まあ8300系もいいんですけども、この特急高野もなかなかいい車両でありますので、興味がある方はぜひですね、南海高野線に乗ってみてください。もう一つ総括を言いますと、近鉄電車があるんですが、もし難波から奈良に行ったとしても近鉄電車の方が安いと思います。まあ、直線距離もあったりするし、料金面的にも安いところがあったり、まあ、するので、まあ、若干ね、JR の方は遠回りする形になってしまいますし、 JR 線の方は遠回りになってしまうということもあるので、まあ料金面的にも割高になってしまうので、とにかく難波鶴橋から奈良まで行く場合は近鉄電車の方が便利だと思います。お、すげえ、モーターが違うよ、この編成。あ、電車だ。これは高野線の新車ですね。モーターもいい。モーターが更新した編成と新しい方の8300系です。いや、これを見てるといいですよね。いや、このモーター GTO じゃない音。うわー、古い方の6000系、横のドアが1枚ドアになっておりますね。いやー、懐かしいなー。これですよ、これ。1枚しかない扉。しかも、4箇所あるんですよ。この編成の1両だけで。
じゃあね、この電車いつ残るかどうかは全く分かりませんけども、いや、この電車が一番古いという電車であります。はい、ナンバーまで行っちゃいました。この新しい電車と古い方の 3VF の電車でありますが、やたらとね、あの形自体は全然違うと思いますけども、いやね、この並びも全然ありかなと思いました。同時発車ですね。ここでお知らせです。まずは近鉄電車です。近鉄では市議さんへお出かけに便利な市議さんドタ都市福招き切符を発売しております。福招き切符には関西発、東海発、阪神沿線発の3種類がございます。特に関西発は大阪、奈良、京都圏内の近鉄電車が乗り降り自由と、市議さんまでのバス往復乗車券、市議さん内でのおみくじ、または海南巡りの引き換え券がセットになったお得な乗車券となります。なお東海発、阪神沿線発の場合は往復乗車券のみとなりますのでご注意ください。続いて南海電鉄です。現在特急サザンとハイドさんがコラボした車両、ハイドサザンが5月31日をもって運転を終了いたします。人気のハイドサザンとしての運転はあと2ヶ月ほどになりましたが、最後の優勝を見たいという方はお見納めはお早めにお願いいたします。あと最後にパチスロ系 YouTuber ネズミさんも少しだけでありましたけどもご紹介いたしました。普段はパチンコやパチスロを打っている方ですので、ぜひ興味がある方は動画の説明欄からチェックしてチャンネル登録をお願いいたします。以上3点のお知らせをお送りいたしました。詳しい内容につきましては動画の説明欄からチェックしてください。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。もしよろしければチャンネル登録をお願いいたします。はい、ということで今回はこの辺で終わります。ありがとうございました。